番組はマスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております宮脇チャンネルかっこかり、今回はその増刊号ドドーンと始まります。8月4日から始まった1週間、この宮脇チャンネルかっこかりで最も取り上げた話題が、あの愛知トリエンナーレでした。いささか大げさに思えるかもしれませんが、実はこの騒動、民主主義を守る戦いでもあります。愛知トリエンナーレと民主主義の関係に踏み込む前に、この番組的にはこの1週間何度も広告剥がしに遭いました。広告剥がしをされるたびに絶望したとなります。先日の番組でも指摘したように、状況証拠としては南国が理由かと思われ、大人気韓国人 YouTuber ウォークさんも同じ問題を抱えているそうです。 YouTube に問い合わせても明確な回答がなく、手の打ちようがないのが本当のところ。 YouTube は今表現の不自由な空間になっております。今とある人気番組からオファーが来ており、それが実現するまではちょっとだけね、様子を見ようかなと思っておりますが、今後の番組の方向性については検討が必要かもしれません。なぜなら金が全てじゃないなんて綺麗には言えないのは、人間はまあね、どうにかして生きていけるんですが、物言えぬワンコの生活は守ってやらなければならないからです。また突然バーンされちゃう懸念はあり、サブチャンネルを立ち上げるか、また別のチャンネルの方にトコトコと引っ越していくか、これらについても考えなければならないのかもしれません。実は義理の弟様の営む八百屋方面からこの数年オファーが来ており、もし宮脇チャンネルかっこ仮がなくなったら、東京は足立区の竹の塚あたりの八百屋さん方面を探していただければ、大根買ってくれているお客さんと話をしながら、時々話長えよと突っ込んでいる私がいるかもしれません。はてさて、今週のネットの話題を独占したと言っても過言ではないのが、愛知トリエンナーレ騒動で、これをざっくりと振り返ってみたいと思います。愛知トリエンナーレとは、愛知県下で行われている芸術の祭典。そこの企画展、表現の不自由展その後に、あの南国ソウル市の日本大使館前に設置されたモルゲッソヨ像。あ、違った。慰安婦像とそっくりな平和の肖像像。なるものが展示されたと言って、ネット界隈はざわわ。というよりも、南国のテレビ局 KBS がこの企画展を紹介し、その紹介した番組内容がツイッターで拡散されて、そこには昭和の天皇陛下の御神栄を焼いて燃やして、その灰を踏みにじるというとんでもない映像展示があり、これにネット民はいかがなものかと声を上げたのです。そして県庁に脅迫ファックスを送るという不届き者が現れて、事情を鑑み企画展が中止になった。なお脅迫犯は被害届が出されてからすぐに逮捕されております。ざっくりと振り返ってみれば、脅迫は論外ながら展示内容のチェックを怠ったがための騒動で、実行委員会会長である大村秀明愛媛県知事が最終的な責任を持ち、陣頭指揮を取った金色のおぐしが目に痛いジャーナリストの金津田大輔さんの説明責任が求められるだけのお話。がぜん盛り上がりを見せたのは場外戦によります。とんでもない展示物を知った実行委員会会長代行である河村隆名古屋市長が、公金、まあ、つまり税金を使うイベントでありながら、このようなとんでもなく政治色の強いものを展示するものはいかがなものか、中止も含めて検討してくださいねと求めたところ、実行委員会会長であらせられる大村秀明愛知県知事が、公金を使うからこそ展示物に介入しちゃいけないんだ、それは検閲にあたり憲法違反であると逆切れ。すでに公開されたものは検閲に当たりません。何より憲法が保障する表現の自由、言論の自由というのは野放しではないんです。日本維新の会の松井一郎代表や吉村大阪府知事なども、
河村隆市長側に立ったことで多少の盛り上がりもありましたが、これだけだったらある意味ローカルな話題で終わったかもしれません。ところがこんな人たちが大村津田ペアの全力擁護に回ったことでネットは盛大に盛り上がったのです。安倍叩き切ってやる。でおなじみの山口二郎さんや桜井大ひね大ひね大ひねと天下の往来でこのパオンさんのお花のように中指をぶっ立てられまくっていた精神科医にしてタレントの加山里香さんなど、平たく言えばいつものおれきれきが必死に擁護していたのですが、大村津田ペアの釈明や弁明が次々と破綻し、さらには過去の悪行というか津田大介さんの犯行予告的な確信犯的な動画がネットに拡散されて、ネット民はケラ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 と笑っておりました。さらにここに来て前回の愛知トリエンナーレでは小鳥を生きたまま展示ということで、それが粗悪な環境ゆえに何十羽も死亡しちゃったことが確認されております。もはや愛知トリエンナーレの存在意義そのものが疑われているのではないでしょうか。そしてこのように次々と様々なファクトが発掘され拡散される姿は、あの東京五輪のエンブレムパクリ疑惑の佐野県騒動にそっくり、すなわちネット民の勝利と言っても良いでしょう。一方で見過ごせないのは政治家の発言です。とりわけ立憲民主党は津田大介さんの擁護が激しく、あの有田芳生参議院議員はまあ平常運転ではございますが、例えば尾辻加奈子議員は表現の不自由展が3日間で中止に、まさに表現の不自由を表す結果になった、平和の少女像の存在は政治性暴力の象徴であり日本が向き合わなければならない過去だとツイートします。すなわち政治性があることを認めているということです。さらに先日の参議院議員選挙でお見事当選なされました塩村彩香議員は、表現の不自由点について津田氏の出したコメントに支持を表明したところ、まさに実行委員会が挨拶に記した今の日本の不自由について考えてほしいにつながるリプが並ぶ、こうしたリプが萎縮させ不自由を加速させていくのでは、ちなみに展示内容を全面的に支持しているわけではエリメシーン出たよ被害者面。言論の自由には批判する自由も含まれて、その批判が嫌であるならばハレーションが起こりそうな案件には首を突っ込まないのが正解。自分の意見は言うけれど批判はダメ。火事の現場に行ってその最前列に行って、あ、火の粉飛んできたどうにかしてって言ってるようなもの、アホか。ただしくるくるユニークな意見だとしても、尾辻さんや塩村さんが語る自由というのは守られなければならず、どうぞご自由にご発言してくださいという立場なのですが、一方で彼ら彼女らは政治家です。繰り返しになりますが、脅迫により言論を封じようとする行為は断じて許してはなりません。一方今回河村隆史名古屋市長が問題にしているのは、芸術展に公金すなわち税金が入っているということ、愛知県だけではなく文化庁の助成金の支給が予定されている芸術祭なんです。そこで特定の方向すなわち政治活動とおぼしき展示物がある、そこをどう捉えるのかどう定義するのかこそ政治家なら議論しなければならないことなんです。表現の不自由点その後の中止について、政治は芸術に口を挟むな、政治の言いなりになったらプロパガンダばかりになっちゃう、文化の音がという声がダダ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 ってあるのですが、公金が使われていない純粋な民間のイベントならば私たちも口を挟むことはございません。もちろん時と場合によっちゃ批判のつぶてをピッピと投げますが、愛知トリエンナーレには税金が使われているんです。事実上公のイベントなんです。そこでの政治性を帯びた展示というのはすなわち税金を使った政治活動ということになります。問題はその政治活動と思われることを誰が主導して行ったのか、また途中にチェックする仕組みはなかったのか、これを行わなければ日本の民主主義は歪められてしまうんです。芸術監督は津田大介さんでしたが、そもそも芸術家としての実績がない人物で、それがオブザーバーとかならともかく
芸術監督になっている。津田さんは過去に文化庁のね、何かの賞をいただいてるんですが、その受賞案件というのが単なる世論調査のサイトで、なんでこれが選ばれたのかと首をひねるような代物。歴代受賞作品を紹介するサイトにあった贈賞理由を述べているのは映像作家の宇川直弘さんで、宇川さんの経歴をウィキペディアで見てみると、津田さんや愛知トリエンナーレでアドバイザーを務めている批評家の東博樹さんの名前も出てきます。つまり仲間に与えたのではないかという疑惑が。あえて言葉を極めれば賞の私物化の可能性があり、文化庁がこれを見逃し、あるいは意図的であったりするのであれば、やはり政治が介入するしかありません。さらに憶測を重ねれば、文化庁の中の人に特定の思想を持つ上級国民が、あ、違った、お役人様がいて、その人物の政治的目論みで人選されているならば、やはり大問題です。一方、政治家は選挙で選ばれます。我ら主権者たる国民が気に入らないならピッピと落選させればよいだけのこと。それが民主主義です。愛知トリエンナーレにおいては、とりわけ政治家が言及すべきことは公金を使った政治活動か、あるいは政治活動と思われること、この展示が許されるのかどうかということです。これを踏まえず、表現の自由だけを語る政治家は日本の民主主義を破壊したい人たちに思えてなりま。冗談はともかく、愛知トリエンナーレの件は YouTube における広告剥がしと正反対、今風に言うと真逆ながらも、構造的には同じ目論みが見え隠れします。 YouTube の親会社の Google というのは、自動化機械化ということを目指している会社なので、会社として何かの言論をどちらかに持っていこうという目論みはないと思われるのですが、一方でローカライズという現地化するときに、その現地の人や現地に詳しい人に委ねているところがあると聞いております。すると現地には明るいけれど、政治的な傾向はどちらかに傾いている、つまりは工作員だったとき、それを排除する仕組みを我らが日本国が YouTube 側に要求しないのであれば、日本の民主主義はネット空間から歪められていってしまいます。密かに静かに危険な状況が進んでいると私は危惧しております。最後に、日本語で発信を続けてくれている韓国人 YouTuber のウォークさんのためにも、そして我が家の可愛いワンコちゃんのためにも、何より日本国の民主主義のために、この広告剥がしについて Twitter などで拡散していただければ嬉しいなと思う一週間の始まりでございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは増刊号恒例謎のギターのコーナーの始まりです。次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。安倍晋三完全勝利説という物語なのに乗るゲストだった。赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。ペニュークイスグリ、ウルクイスグリ、日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたから。